こんにちは、北陸の鉄道です。今回は動画の作り方、これだけのアプリをインストールしましょう。そして、画面のサイズは16対9にしましょう。これが一番見やすいです。このアプリで声をつけます。あとはご自由にどうぞ。その後 YouTube でプレミア公開します。これをするとよく再生されます。そして YT、スタジオでサムネイルを決めます。サムネイルはこのアプリを使います。動画作成はこんなもんです。そして、北陸の鉄道チャンネル登録者90人おめでとう。もうちょっとで100人。頑張ります。チャンネル登録してね。